あの今日はですね、まあ普通の,その会場ではなく、こういうパソコンの画面、えー、人によってはあれですかねあの、えっと、携帯とかでも見れるので、まあ,あのお楽に横になっていただいて、見ていただいても全然構いませんので、<laughs> あの僕には見えないので <laughs> あの、えーと、何をしてても全然構わないので、まあちょっとお話を聞いていただければ、軽い気持ちで聞いていただけます。 えと思いますで、まあ今日のタイトルはですね、まあその安倍元首相の国葬、えー、まあこれが9月27日に決まったということで、その電通とのかわ関わり、そしてメディアとの関わりっていうものについて、ちょっとご説明をさせていただこうと思っております。ででままずですね、まあ、僕僕うんと僕 えっと3年前になりますかの、神戸で講演させていただいたときに、お聞きになった方、ちょっと2回目になっちゃうんですけど、あのー、私はの、えー、っと本間理由と申しますで。62年の生まれで、まあ、箱堂で18年間あの、営業の仕事をしてましたで。退職後の、もうここに書いてある通りですが、2006年、業務中の損金処理にまつわる詐欺容疑で逮捕・有罪となり、 栃木県の,あの国立の施設にですね、1年間服役をしました。で、まあ、これはですね、どういう財状だったかというと、あのまあ、自分の,あの担当していたスポンサーが、うーんとその3月に、まあ、1200万円の売り,売りかけ金があったんですが、まあ、それを4月に払いたいと。 で4月に払うからジャンプさせてくれよというので、あの、いいですよと言ってですね。で、まあそういう話ってよくあると思うんですけど、4月にそれで行ってみたらですね、えー、僕にそのジャンプさせてくれって言った社長と、えー、経理部長が、えー、知らない間に退社をしていてですね。で、違う経営者が来ていて、で、その違う経営者は、えー、そんな引き継ぎは受けていないから、 そんな金は払えんと、というふうに言ったんですよね。で、あのーまあ、その時にですね、僕も正直に、白報堂の本社にですね、えー、相手がお金払ってくれないって言ってるんですけどって言えばもう全然問題なかったんですが、まあ、僕もその頃まだ車畜街道を走っていてですね、えー、そういうことを言ったらバカ者と言われる。 まあそう言われますよね、当然ね。で、えー、責任を追求されると。で、それが嫌でですね、まあ、自分の蓄えー、宅配では全然足りなかったので、まあ、友人たちからお金を集めて、えー、それで、まあ、1200万円、そのスポンサーが払ってくれましたよって言って箱戸に入金しちゃってですね、点数稼ぎをしたと。で、その、 そこまでは良かったんですけど、いや、よくはないんですけど、まあ良かったんですけど、あの、そこでですね、その後で結局、そのお金を借りた友人たちにお金を返すことができなくなって、えー、訴えられてですね、で、えー、栃木県の黒羽刑務所というところに、まあ11ヶ月ぐらいですね、1年弱、えー、まあ服役しました。で、まあ当然、もう、あのー、えー、服役する前には、あのー、会社を辞めていたんで、 出てきてからあの仕事も何もないもんですから、うーんとこの最初の、えー、懲役を知っていますかというです、ね、こういったこの刑務所の関係の本、転落の木っていうのは、まあ、これも、えーあのまあ、この3冊で刑務所三部作って呼んでたんですけど、全然売れませんでした。で、その後ですね、 やっぱり転機になったのは、この311の原発事故ですね。うんと、電通と原発報道。えっと、ですからもうこの本で、だいたいだいぶ前になります八8年、9年ぐらい前になるんでしょうかね。えー、その、おまあ、原発広告、原発広告と治療医それと原発プロパガンダ。まあ、その、えっと、原発、まあ、福島での原発事故というのは、 えー、当たり前ですけど、地震が起きて、それで津波が起きたと。で、福島原発が壊れた。えー、まあ、そういう流れなんですけど、じゃあなんでそんな危険なところに原発が立ってるんだっていうか、日本の国中、狭い日本の国土、しかも地震が、あの、頻発する日本に、なんで311以前は55基もの原発が立ってたのかと。で、それを許したのは一体誰なのかと。 ということを考えたときにですね、まあえー、当然ながら、まあ、国民の支持があったと。3・11以前、2010年に内閣府が、えー、行った調査では、えー、原発政策を支持すると答えた国民がですね、まああの、大体7割ぐらいいたんですね。今とはもう真逆のおそらく、えー、数字だと思いますけど。 その頃はまあ7割ぐらいの国民がまあいいんじゃないのと、事故を起こさなければいいんじゃないのっていう姿勢だったんですね。で、じゃあその姿勢を作らせたのは一体誰かっていうことで、ええー、まあ普通の人たちは当然っていうか、例えば東京都内に住んでる人は福島の原発なんて見たことがない、福井の原発だって見たことがないような人がいっぱいいて、 その人たちがなんで原発は安全だって思えるかというと、えー、こ,の本ここに書いてあるこの原発の広告、えー、とかが、あの原発の,その絶対安全だっていう広告、それとかその記事がです、ねまあ、山のように出ていたんですね。で、それによって、まあ、日本の国民の多くが、まあ、言い方がきついですけど、洗脳されてしまい、で、原発政策を支持するようになっていた。 っていうまあ、結局、うん、広告というものがものすごい巨大な力を持っている時代に今なってるんですよっていうことを書いてるんですね。で、あのー、それに続いて、このブラックボランティアは東京オリンピックのことですね、うん。オリンピック貴族が超えるオリンピック貴族って書いてあるんですが、これ、この間、大破をされた高橋さんのことですね。オリンピック貴族が山のよううにいいるぜっていうような本を、まあ こっちも、東京五輪の滞在ですね。これが一番新しい本です。だからもうこの中、これを読んでもらうとですね、もう高橋さんがなんで逮捕されてるのかっていうのが、まあ、もうほとんど書いてあるみたいな。そんなことをやって、えー、書いてきました。で、まあ、あとですね、えっ、ー、と、前回、その、神戸で、えっ、ー、と、お話をさせていただいたときは、この3冊の本ですね。国民投票ですね。憲法改正国民投票で、やはり電通。 が恐ろしい役割を果たすであろうと、電通がまあメディアを仕切、えー、っていくであろうとっていうようなことを書いてます。まあ、以上のようなことを書くとですね、うん、と表のメディア、特にテレビには絶対出られないんですね。やっぱりこう、テレビ局というのは電通に気を使うので、えー、電通の悪口を言うようなやつは絶対にテレビに出,な出せない。ということで、僕、ほとんどテレビには、えー、からお呼びかからないですね。 新聞とかはかなりいます。新聞なんかはもう朝日、えー、と読売と産経は来ませんけど、えーまあ、産経1回来たことあるかな、えーと。朝日とか毎日とか、あと日刊現代とか、えー、東京新聞、このあたりはもうあのかなりあの取材とか来ますね。でまあ、そこではお話しするんですが、いわゆる電波メディアにはほとんどあの出ることがない。 まああのー、結局、電波メディアで生で出てる時にですね、えー、電通のバカ野郎とかって言われちゃうと大変なことになるんで、まあ、あの皆さん、それが怖くて、えー、私をそういうメディアには呼ばないという感じなんですね。で、あの、まあ、今日はですね、うん、とその国葬、安倍の国葬ということで、ですね、えーまあ、これはあの写真はもう皆さん見たことあると思うんですけど、吉田茂さんの,あの国葬ですよね。 で,そのうん、とでも国葬令というのは日本にはなくて、もうなくてとていうのは、もうあの戦前はあったんですけど、うんと、47年に廃止されて、戦後は吉田茂元首相だけがその国葬になっているという、ですからまあ戦後2人目ということになるわけですね。ただ、各種の世論調査では、あのこの後お見せしますけど、 非常あの反対意見の方が非常に多くなってきているという現状があるんですが、今のところ、えー、国葬は、えー、っと中止はしない、あくまでやるという方向で動いています。で、まあ、岸田さんのですね岸田首相の,その国葬の狙いは何かというと、まあ、いくつかあると思うんですけど、まあ、表向きに彼が言っているのは、憲政史上最長の8年8ヶ月。 にわたたっってて首相の重責を担っていたとで、まあ、その海外にですね、うんとまあ、かなり彼、この8年8ヶ月の間に海外,、えー、海外出張を8あの100回以上こなしてるんですよね。だから非常に国際社会から高い評価を得ているじゃないかと。それと、今内政や外交で大きな実績を残した。 まあどんな実績が残ってるのか、ちょっと僕には全く分かんないんですけど、まあ、彼らはそう言ってるわけですね。<れ>で、蛮行による死去に国内外から哀悼の意が集まっていると、でもこういうのは、うんと、安倍ぐらいの,その長い年月、首相をやっていたような人が亡くなると、えー、関係のい、例えば訪問を受けたような国は絶対、朝電とか打ってきますからね。 まあそういうのは外交儀礼っていうものであって、えー、それをまあ真に受けても意味がないと僕は思いますけど、まあ、一応表向きはこういう感じのことを言っている。でもまあ本音はまあこの2つであろうと。えっ、ー、と、党内の保守派、安倍派、それと自民党の保守,保守的な支持層の取り込みを図る。つまり安倍がやっていたことを、まあ、そのまま取り込もうとしている。 あのそれをまあやる必要があるということですね。自分の,その内閣の運営のためにもそういうことをする必要がある。それと、うん、とその弔問外交、これはその国葬をやる日ですよね。その日を中心に何日間。まああのえっと、今度、アメリカは副大統領が来ると言っているので、うんその弔問外交時に、えー、岸田首相が、うん、自らが安倍さんの関係者ですよと。 というまあ、そういうあのことを内外に、えー、こう印象づけることができる、まあ、それが本音であろうと思います。じゃあ、その安倍の国葬にその関して、えっと、主な反対意見、憲政史上最長の政権を維持したからということに対しては、ただ長かっただけじゃないのと、えー、中身はなかったじゃないのという、まあ、そういう言い方もされています。 であのじゃあ、最長の人、長ければみんな国葬になったかっていうと、例えば戦前の、うん、桂太郎内閣、これも8年ぐらいやってますけど、えー、桂は国葬になってないんですよね。だから、まあ、この国葬になる、国葬ってそもそも、まあ、はっきり言って、その時々の政府、異性者が、えーまあ、利用しようとする時だけ国葬になってる。 だから戦前も、あの戦前もっていうか、戦中、あの、山本五十六大将がですね、うんと、亡くなった時も、まあ結局あれは、あれ国葬にしましたけど、まあ、あの国民の戦意高揚に使われたと、まあそういう形になってます。で、その、国葬をですね、その国葬をやれば、そのお金、えっと、実施費は全部税金になりますから、 税金を動かすための根拠となる法律が必要になる、まあ、その国の行政っていうのは全、すべて法律によっのバックアップがあって、えっと、お金を拠出して、拠出というのは税金を使ってるわけですから、えー、国葬も当然そういうふうになるはずなんだが、えー、国葬法、国葬令というのが戦前はありましたけど、えー、今はなく、なくなっています。 ですから根拠となる法律がないということですね。まあ、それと、うん、と安倍氏の,この評価が定まっていないというか、批判が非常に多い人であるとで。吉田茂さんの国葬というのはです、ね、実は6周年に行われてますけど、えっと、吉田さんが首相を辞めてから13年後なんですね。13年も経っている。 だからまあその間にまあ吉田茂内閣というのはこういうことをやったんだというですねまあ一定の評価がなされていたと。まあ、少なくともこの下に書いてある森友学園、家計学園、桜を見る会などのさまざまな疑惑というのはまあ吉田茂にはなかったという、もちろんそれでも,れでも吉田さんの国葬には当時、ものすごい反対意見もありました。 ただ、安倍さんのと比べるとどうなのかなという気がしますが、まあ、この反対意見というのは大体こういうものですね。で、じゃあ、ここからですね、じゃあ今のところ一体国民の世論というのは一体どうなんだろうと、自分、または自分の身の回りだけを見ていたら、やっぱりあの分かりませんので。 だいたいみんなどう考えているのかというところで、いくつかあまあ代表的というか、非常に特徴のあるものを選んでみました。でまず、ですね、まあ、文春法で有名な「うん、と週刊文春」の読者アンケートを見ると、これ、文春がオンライン、ネットで調べているんですね。で、自分のところのメルマガの登録者2981人から回答を得ましたということで。 これはかなり圧倒的な数字ですね。えー、約80%が国葬に反対というかなり大きな差の数字が出ています。で、じゃあ、もうちょっと一般的というのは、まあ、その文、週刊文春はまあ、えっと、一応その週刊誌であること。文春という週刊誌を好きな人がの えっと、調査であったということに比べて共同通信の世論調査ですね。これ8月1日にやったやつだと、えー、だいぶその差は縮まります。差は縮まりますけど、国葬に反対っていう方がやはり多い。53%が反対している。で、共同通信と,おとあのいつも必ず出てくる時事通信者。 それの世論調査というのも、えっと、反対が47%。結構、やっぱりこちらも反対が多いんですよね。で、えっと、共同通信よりも、えー、反対のと賛成の差は大きくなっています。で、うん、と選挙の時にですね、よく出てくるあの選挙 .com というサイトがありましてですね。 でここが、ここもですね、あのー、調査をしてるんですね、8月13日、ですからだいぶ近くなってきますね。えー、とその政府は安倍首相の元首相の葬儀を、えー、国費で負担する国葬として実施することにしています、あなたは賛成ですか、反対ですかというので、これはあのー、面白い結果が出ていて、ネット調査では、えー、賛成、これ、青は賛成ですね、えー、赤、または大々が。 反対ということですから、まあ、こちらでのですね、あの、まあ、もともと反対が多い。ですが、電話調査をして、こう、会話をしながらですね、えー、やっていく調査になると、さらに反対が多くなるというですね、あの、これ、赤なんか強く反対ですから、非常に大きな差になっているということですね。 うん、FNN、これ、フジテレビですね、7月25日、これちょっと面白いなと思ったんで、ご紹介するんですけど、世代で逆転するんですね、この評価というのは。安倍首相の国葬決定というのは、まあ、これ、全体の数字で言うと良かったが50%、良くなかったが46.9なんで、まあ、これ、競ってるんですけど、ただ、年代別に見るとですね、 えー、18、19、20と、18、19歳と20代では、良かったが67.3%もあるんですね。非常に高い数字になる。で、ですので、あのー、まあ、ですから逆に逆転するんですね。70代以上だと良くなかったっていうのが57%になるわけですけど、あのー、10代では非常に、えー まあ、安倍の人気というのがですね、高いとも言えます。で、あのー、まあ、高いというのはですね、これはなぜなのかという、あれなんですけど、おそらくですね、10代から20代にかけて、まあ、安倍さんというのは、まあ、結局10年近く、まあ、首相、または、その小泉内閣のとこから見ると、そのさらに、えっと、前から、 えー、内閣に入っててたりしてるんですねつまり、若い人にとっては、あの非常に、というか、まあ、首相といえば安倍っていうような、すごい長い期間、首相をやっていた。で、こういう現象っていうのは、うん、あの歴史的にもですね、例えばヒトラー政権の政権というか、まあ、ヒトラー,あー、ドイツのですねナチス政権におけるヒトラーであるとか、もうそうすると、彼なんかまあ、 えー、亡くなるまで十、政権取ってから亡くなるまで十二年ぐらい政権取ってたんで、そうなるとやはりこ若い人にとってはもうなんか国家の父みたいなふうになっちゃってるんですね。で、ドイツにおいてはもう一つ最近で言えばメルケル首相、もうおやめになりましたけど、まあ彼女も20年ぐらいやってましたんで、まあ非常にやっぱり若い人たちから見ると、まあ首相って言ったらもうめ生まれた時からメルケル、 だからまあ、安倍さんがその若い世代に人気があったっていうのはそういうことではないかなというふうに思います。で、えっとですね、まあ、最後にですね、うんとまあ、今まで見てきた世論調査では、えー、まあ、ほぼ、まあ、この今の,あの7月25日というかなり早い段階でやった、 FNN はちょっと、あの、賛成の方が多かったんですけど、月刊花田というですね、あの、元文春の、週刊文春の編集長のあの、花田さんがやってる、えー、ウルトラ右翼雑誌ですよね。安倍さん万歳っていう、あの、そういう、えー、記事を迷子を乗っけてますけど、今ツイッターで、今やってますけど、えー、月刊花田編集部で、えー、安倍総理の国葬についてどう思いますかで賛成と反対。 とということで非常に競ってますその今あの、いろんなその著名人がですね、花田がこんなことやってるから、反対しに行こうぜって言って、反対をポチポチ押してて、一時は反対の方が多かったんですが、えー、また今、ネットヨが集まってきて、ですね賛成、えー、の方が多くなってるということで、これあの、えっと、パソコンとか、携帯からアクセスできますんでね。えー、まだ確か えー、これ、17日の段階で残り4日って書いてあるんで、まだ皆さん、あの、投票できますんで、ぜひ、投票されると面白いかなと思います。あの、えー、っと、50万票集まってるんですよね。これ、数字が面白いです。非常に多くの人が投票しているということで、まあ、賛成、反対。まあ、ただ、あの、ね、ネトウヨたちは、あの、パソコンのアカウントをいくつも持って、 一、えー、人で10人分押したりしてるやつらもいるんで、あのどこまで正確かっていうのはあれですけど、えー、非常に面白いアンケートが行われています。で、まあ、その国葬のね、あのーまあ、差し止め、法的なこの差し止めのためにですね、えー、全国、東京もそうですし、横浜、埼玉、あと札幌だったかな、なんかでは、あのー、 差し止めめを求めてての,の提訴が行われていますでこれ、8月12日の東京新聞ですね、でさらにこれ、昨日だったかな、関西テレビでやってたのが、えー、国葬で知事たちとかがその参列するのは、参列するときのお金を公費で支出するのは違法だということで、住民監査請求を各地で起こしているということでですね。 まあ非常にあの反対運動も大きくなっていると思います。ただ、これは自民党にとってはです、ね、もう最初から別に国民の理解を得ようと思ってやっているわけではなく、あくまで自分たちの支持層だけ固められればいいという、そういうふうに考えているので、まあ、こういったその反対運動であるとか、世論調査っていうのは、全部、もちろん内閣の人間は見てますから。 それでも、まあ、今のところは、えー、なんとかやりきってしまおうと,というふうに考えていると思います。で、あのーまあ、じゃあ、その国葬に一体いくらお金がかかるんだっていうことですよね。あのー、まあ、えっと、それなりに大きな金額かかるんだろうと、おそらく皆さん想像してらっしゃると思いますけど、一体いくらかかるのか、だってこれ全部税金ですから。 これ、非常に大きな問題になると思います。で、あのまあ、これ、歴代のです、ね、国が関わった首相経験者の葬儀ということで、えー、っとこれはどっかの雑誌のやつをもらってきたんですけど、あのまあうん、とこの金額はそんなにこれ、バカでかい金額にはなってないんですよね。で、えっと、国葬儀って言ってるのは、この吉田茂。 さんの時だけで、でしかも、ですねもうだいぶ昔になるんで、この頃の2000万円とか3000万円っていうのは、もう今の,あの価値に直したら、一体何倍になるんだっていうぐらい、えー、この辺の古さになると、ちょっと,、えっと分かりにくいなという感じがします。でででで直近ではですね内閣自民党合同とということで中曽根さんが 中曽根康弘さんのが行われていて、一応、政府が発表しているのは9643万円って言ってるんですが、これはですね、おそらくですが、警備費を含んでいないのではないかというふうに思うんですよね。これ、警備費っていうのをどこまで含めるのかっていうのも、まあ、これ、いろいろやり方があるんで、えーまあ、非常に難しいと思います。 で、じゃあ実際に一体いくらかかるのかっていうのは、実は予想したですね、メディアがあるんですね。で、それはこちら。えっ、ー、と、女性自身という雑誌でですね、8月23日号なんですけど、実はこれ、僕のところにですね、本間さんこれ、えっ、ー、と、なんか見積もり作ってみてくんないって、あの、来たんですよ。で、あの、その編集といろいろ相談をしてですね、 その頃、今、あの、その頃はまだですね、えー、6000人の参列者っていう数字も出てなかったんで、いくらなんでも僕にもわからんと。かなりええやっていう数字になっちゃうぜって。ただ、警備とかを考えたら、30億から50億ぐらいかかるよと思うよって言っていたらですね、ドンピシャリの数字で36億5500万円という、これ一番下ですよね。<ー>総額。はいはい。 ここの金額を、が、果たして、まあ、うん、合ってるかどうかっていうのは、ちょっと、いろいろ考え方があるんですけど、その、国葬の費用ってそもそも一体どういう項目があるのかっていうと、これ、こういう項目ですよね。会場の飾り付け、設営とかですね。日本武道館の使用料、これ当然かかりますよね。まあ、1200万円。献花。 ね、これ、吉田茂元首相の国葬には、5700人の参列者がいて、一般改装者もいたと。で、今回、一般改装者っていうのを入れるかどうか、これ、おそらく警備の関係で、多分入れないんじゃないかっていう気がしますけど、あのー、見、ま、解、あ、用の菊とかですね、<laughs> これ細かい話をしだすとですね、まあ、かなりお金がやっぱりかかるんですよ。ただっていうわけには当然いかない。で えと会場のかかりつけが1億3600万円、日本武道館の修了は1200万円、県下が700万円で、実は一番お金がかかるのはこの、で、見えにくいのはここですね。この警備費ですね。で、あのー、この時さ、あのー、結局、えっと、参考になるのが、例えば、あのー、即位の例の時ですね、今回の、今の天皇の。 即位の例の時は2万6千人の警察官を動員して、えー、警備費用としては28億5千万円かかってる。で、昭和天皇の体操の例の時は警察官3万2千人が動員されて、警備費は24億円だったということなんですよね。で、今回は、えっと、国葬で、えっと、全世界から、おそらく100カ国以上から、えー、いろいろな VIP が集まってくる。ということと、 まあ結局その、えー、安倍元首相の,その亡くなった原因ですよね。原因が、やはりまあ銃によるものであったということを考えると、これはこの体操の例とか即位の例以上の限界な警備になるんじゃないかと思われます。そうなると、警備費だけでも35億円とかで済むのだろうか。 っていうのは、まあ、僕は正直考えると、それぐらいのものですね。ですから、この36億5000万円ぐらいというのは、まだ、えー、と低い方なのかもしれないなと、なんだかんだ言って、4、50億かかっちゃうんじゃないのっていうふうに、えー、思っています。だから、大な金額ですよね。で、おそらく政府が発表するときは、ですねこの警備費っていうのを、とりあえず巡って発表するんじゃないかなという気がするんですよね。 警察の発表は、えー、後日行われるとか言ってですで。そうすると、この上の3項目ぐらいになって、えーまあ、1億から2億円ぐらいでしたかね、みたいになるんですが、実際はそんなものではないということですね。で、さらに、この項目には入ってないんですけど、えー、と全世界からその、えー、VIP が来たときにですね、その VIP のアテンドをどうするのか。 とかそういう問題が発生します。それこの後ご説ご説明します。で、じゃあこれだけの莫大なお金がかかる国総を、えー、一体誰がやるんだということですよね。で、まああの今日のお話のあの筋から言って、まあ、最初から結論言っちゃうと、まあこれを全部地帯なく筒がなくできるのはまあおそらく電通。 まあ能力的には博報堂にもあると思いますけど、えー、自民党はもうすべてで、あのー、自民党は決闘当時から電通と組んでいるので、まあ、電通以外に物を頼むっいうことはほぼありえない。だから、ほぼ電通だろうというふうに思います。あで、えっとそのあ、その電通がじゃあ取り仕切る内容っいうのは何かというとですね、 まあこの武道館内外の会場撮影、さっきありましたよね。で、さっきの表になかったのがですね、100カ国以上からの参列 VIP のアテンド、アテンドとは何かというと、まあ、面倒を見るということですけど、まあ、その、えっと、週刊情勢のですね、記事の中にあったんですが、えー、こういったですね、その、うんと、国葬とかそういう場合は、えー 三列に来る VIP、海外からの VIP のホテル代というのは、実は日本側の負担ではない。主催国が負担するのではなく、そのやってくる人々が負担するということが、一応国際的な慣例になっているそうです。ですんで、ホテル代とかを全部日本側が持つということになったら、これまたとんでもない金がかかるだろうと思ってたんですが、慣例上は一応、 えー、海外 VIP は全部自分自腹で払うということになっているそうです。ただし、その彼らがですね、まあ例えば例に出すと、どこでもいいんですけど、例えば帝国ホテルに泊まりますよね。で、でもそれ何百人という数になるわけですよ。その、で、じゃあその人たちがですね、えー、国葬の9月27日に命名勝手にタクシーに乗って武道館にやってくると、もう順番も何もなくなって、もうぐちゃぐちゃになってしまう。 武道館に入るだけでも大変なことになる。で、さらに、その人たちの警備をどうするのかという問題がある。そういうところも全てですね。えー、と、じゃあ、まあ、アメリカとかね、中国の人たち、あの、うんと、参列者っていうのは、ああいう超大国は自分の大使館内にも泊まれちゃいますから、まあ、ああいう人たちはちょっと置いといて、えー、自分の大使館では寝泊まりしないような国々の人々の、 えと泊まるところはどこなのか、それが例えば帝国ホテルだったら、えー、と武道館まで車で何分かかる、でも、それはもし混んでいたらもっとかかる、そういう車で移動する際の、えー、まあ移動時間、それと一体何時に出発してもらえば一番ベストなのか、みんなが一気に集中したら大変なことになるんで、それを微妙にすべてずらしておくとか。 そういうのは実はですね、行われているんですよ。で、それは体操の例の時に電通が全部やったんですね。で、つまり電通は体操の例を経験してるんですね。で、そういうのがアテンドという作業が必要になります。で、プラス国内海外メディア管理、番組制作、中継業務。これなんですけど、要するに世界各国から VIP が来るということは、 その VIP を取材するための、えっと、海外のメディアもくっついてくるんですよ。つまり、体操の例だって、日本のメディアも中継してましたけど、海外のメディアも中継してたりしたんですね。ですから、その海外のメディアも、の、なんて言うんでしょう、相手もしなければならない。つまり、海外のメディアがやってきて、メディアクルーがどこに止まるのか。で、そのメディアクルーが、じゃあ、例えば武道館にやってきてですね、 勝手にかあの三脚立ててカメラ撮影しだすと大変なことになるんですね。何が大変かというと、それをみんながやり始めたら、収集がつかなくなってしまう。で、当然、警備の観点から見ると、ここにはカメラを置くなっていう場合がありえるわけです。ですから、行事をしながらメディアと警備の連携もやらなければならない。でこういうことができるのっていうのは、本当に、まあ、日本でできる会社って言ったら、まあ、電通か箱堂ぐらいだろう。 なんで電通とか博多はこういうことができるのかっていうと、常日頃、ものすごい巨大なイベントの実施をやってるからですね。で、特に電通に関して言えば、東京オリンピックだって電通がほぼやっていたわけですから、そういう経験というのは、実は毎回、毎日のようにやっている。じゃあ、逆に電通にやらせないで、他にどっかにやらせるかっていうと、そのすべてができる会社ってないんですね。1個1個ならあるんですよ。 一個一個、例えば武道館内の会場設営って言ったら、まあこれはね、別に、あの、葬儀屋さんでもできますよね。大きな、その、祭壇を作って、菊の花で埋めるみたいなことだったら、まあ葬儀屋さんだったら別にできる。でも葬儀屋さんはメディアの相手はできませんよね。100カ国以上から来る海外の VIP のアテンドなんてもちろんできない。で、それをいろんな、 あの持ち合持ち屋の人たちがいるんで、全部割り振るっていうこと、それはできますよ。例えば NHK にメディアは全部、NHK が先頭に立って全部やれって言えば、それはできます。ただ、そうすると、全部別々に発注するということは、それだけ、えーとまあ、あの内閣の担当者の、えー、負担が増えますよね。えっ、ー、と、あれはこっちへ頼んだはず、これはこっちへ頼んだはずってことになってしまう。 そうすると、えー、手間がめちゃめちゃ増えるということですよね。で、電通に頼めば、電通が、もうとにかく電通の担当者さえ呼べばですね、その電通が頭に立って、すべてのいろいろなプロを雇って、一元管理してくれるということなんですね。だから、電通の名前が、えー、取り沙汰されていることになっています。 で、まあ、広告代理店って、だってそんなことやるんだっけって思われたと思うんで、まあ、広告代理店って、まあ、非常に、日本の広告代理店っていうのは、ものすごくいろんなことをやってるんですね。で、皆さんが、あの、ご存知なのは、この広告を作るという仕事。この一番上。あ、ごめんなさい。えー、この広告を作るという作業。これが、まあ、一番目立つんで、えー、皆さんの目にはそう見えてるかもしれませんが、それは、 仕事のごく一部であって、えー、実はうん、広告を作りながらも、この下の方ですね、イベントの立案、実施というのもものすごく大きなあの収益源になっています。で、イベントと、えっ、ー、と、国葬ってイベントなのかよって言われるかもしれませんが、巨大なイベントですよね。えー、その、あの、まあ、 結局、葬儀というのはやはりイベントだと思います。えー、っと、その、もし人が亡くなった場合に、じゃあ、葬儀屋さんどうするんだ葬儀の場所はどうする、えー、その費用はどうする誰を呼ぶんだで、その時、お通夜の時に、あの、用意する食事をどうするってもう決めなきゃいけないこと、山のようにありますよね。あの、僕も、あの、もう、双親亡くしてるんで、そういう経験しましたんでね。 一大イベントだと思います。で、国葬というのは、それがものすごく巨大化したものだと思っていただければいいと思いますね。で、その国葬を仕切る電通というのは、日本の広告業界で圧倒的なナンバーワン、ガリバー企業です。世界最大の広告会社で、えー、昨年度の売り上げが5兆2000億円。5兆円企業ですね。で、 国内はまあ、売り上げ2兆円で、あの海外が3兆円ぐらいなんですね。で、あの2位の博報堂、私がいた会社ですけど、2位の博報堂は海外も国内も含めて全部まとめても1兆2000億円ぐらいです。ですから、えー、企業規模において4倍以上の開きがあるということですね。で日本の情報サービス業界の中で売上高断トツの1位。単体では世界第1の広告代理店。 であの世界はです、ね、グループで計算することが多いので、グループ、広告グループでいうと、電通はだいたい4位ぐらいです。で、日本における業界シェア、これは電通は自分では20何パーだなんて言ってるけど、だいたい4割ぐらいはあると思うんですねで。あらゆるイベントをやってます。今回の東京オリンピック、えー、招致活動も含んでます、えー。サッカーのワールドカップ。 えー、大阪万博、今予定されてますね、大阪万博、国際陸上とか国際水泳など、さまざまなスポーツ大会をの企画、運営をやっています。で、昭和天皇の国葬も電通ですね。<laughs> で、えっと、政治的な力というのももちろんあります。というのは、自民党との結びつきが非常に強くて、数多くの代議士、およびその指定を援護入社させていると。 でメディアにニュースを配信している共同通信とか時事通信も電通の株主です。で、えー、電通はほとんどの民放テレビ局の株主でもあります。ですから、誰も電通の批判ってしたくないんですよね。それぐらい大きな力を持っています。で、今、まあ、この後触れますけど、高橋元専務、あのー、が、あのー、オリンピックの元組織委員会の元専務が、あの組織委員会の元理事が逮捕されて、 その逮捕関係で電通にも、えー、強制捜査が入ってますけど、それだってあんまり実は伝えたくないんですよね。強制捜査が入ったっていう事実は伝えますけど、別にそれで電通を批判しているわけではない。特にテレビ局というのはそういうものですね。で、あの、日本の広告市場において、これはあのもう、えっと、5年前でちょっと資料は古いんですけど、電通のおーホームページにあった、あの、 えっと、なんで5年前のページを今見せるかというとですね、このページ今もうなくなっちゃってるんですよ、ね。こういうページすらも見せたくないんです、彼らは。日本の広告市場における売上率は24.4%でシェア1位って言ってますけど、おそらく今もっと高くなってるんじゃないかなというふうに思います。で、えっと、こういうことを、これぐらいのまあ巨大な会社なんですね。で、まあ、これあの、のあんまり正確な図じゃないんですけど、 あのまあ、電通とえっと他のメディア会社っていうのがどれぐらい差があるのかっていうのが分かりやす、あのー、視覚的に見えるようにしたのがこのあれです、まあ、電通、まあ、5兆2千0 0何百億円なんで、これ、5兆3000億円になってますけど、電通があって、電通1社で、つまり博報堂とかあの大手のテレビ局とか、全部足した売り売上げを全部足しても、電通にはかなわないという数字なんですね。 であのーまあ、箱戸は1兆2000億の売上がありますけど、フジテレビ、テレビ局で一番大きいのはフジテレビですけど、フジテレビの売上も6400億円、新聞社で一番大きい売上は、朝日新聞の3750億円、これが、この数字は去年か一昨年ぐらいの数値ですけど、つまり、電通という企業は、朝日新聞の優に10倍以上の企業規模を持っている。 そういう会社だということですね。で、まあ、あのこのあの何年か前に神戸でお話しさせていただきましたけど、これだけ大きな企業なので、憲法改正国民投票で、えー、自民党、つまり改憲派の広告を制作するのが電通ですから、えー、その役割っていうのはものすごく大きいものがありますよということなんですね。で、 まあ、あの、最近ですね、最近って言っても、この令和、あの、この令和の言語が出た時ですけど、面白いあのことを伝通がやったので、伝通ってこういうこともできるんですよっていう、これ紹介でします。あの、新言語のこの令和、令和になった時にですね、各新聞がこうやって、朝日、毎日、これ三 k こっちは新潟日報ですけど、このように号外を巻いたんですね。号外を発行したんですね。で、号外って、 普通はですね、広告が入らないんですよ。この新潟日報、一番右側ですね。一番右側の新潟日報のように広告が本当は入らない。つまり、すればするほど赤字になるんですね、新聞社は。でもサービスだと思ってやってるんですけど、この令和の発表の時は実は初めてですね、非常に多くの新聞にの号外にこうやってヤフーの広告が一番下に入ってるんですね。 つまり、これは、号外をすって、ヤフーから各新聞社に対して、広告費が払われたということなんですよ。全国紙は朝日毎日読みに産 k 日経は、あの、紙の号外はすらなかったんですね。で、地方紙もここに書いてあるような地方紙が、今回、広告費をもらえたんですね。だこういうことも実は、初めて電通が、全部の あのほぼ全部の号外、えー、をすった新聞社に、こういうことできるけどどうって提案をしてやってるんですね。こういうこともあのできるということですね、電通は。で、こんなこともやってました。あのこれ、東京にいらっしゃる方でないとほぼ分かんないかもしれないんですけど、「ハッシュタグ自民党2019」という、つまり、えっと、もう、えー、1、2、3年前になりますか。 こうやってこの新時代とか行ってですね、テレビ CM 打ったりとか、安倍さんとこの18歳以下の小さい若い、えー、子供たちっていうか、青年たちというか、を集めて、えっと、いろんな話をする。新時代の幕開けとか言って、これ、えっと、渋谷の駅前ですけど、こうやってこう、広告展開してたんですね。まあ、これ、まりさんが、あまり当時のあまり幹事長でしたっけが、あの、 責任者になってやってたんですね。で、まあ、あのー、実はそのさっきの今お見せしたハッシュタグ2019っていうのも電通が作ってたんですけど、ま、あ何でも電通がやっている。で、この8月16日に、えー、実はこの高橋さんあ、高橋元組織委員理事っていうのが逮捕されたということで、受託収賄の疑いで逮捕されている。 まあこういうことが、すべてが電通に集中するということで、まあ、僕、こういうことは絶対起きるだろうなと思っていたので、全然驚かないんですけど、やっぱり起こるべくして起きたあ事件であると,というふうに思いますね。で、まあ、そのどんな事件かって、まあ、ここであんまり説明してもあれなんで、えーとまあ、これ軽くこの分身オンラインからいただいてるあのあの表ですけどね。電通の子会社を通す。 電通を通ををして組織委員会にお金を払うこの青木がお金を払っていた。この電通っていう会社がこの間に入っていることによってですね、いろいろ問題が起きるということですね。で、まあ直接はこのコンサル料の5100万円っていうのは、えっと、青木が、うんと、そのオリンピックのスポンサーになる際に便宜を図るための,、まあ、あの賄賂であったということで、まあ、今取り調べを。 受けていいるととうことですねで,ですので、これ、あのまあ、高橋さんだけをですね悪者に言って、まあ、あの人は悪いんで悪者でいいんですけどあの、高橋さんだけの問題ではないんですね。電通という会社が独占的に、えー、オリンピックのこういうい中枢にいられると、あの箱戸なんか全然入れないんで、そういう契約にしちゃってあるんですよね。だからそういういことをやってきた ことの慣れの果てがこの事件だっていうことですね。そういうふうに考えていただけるといいと思います。ですから、まあ、最後にですね、電通っていう会社をこのままにしておいて本当にいいのかと。このオリンピックもやれるし、サッカーのワールドカップもできるし、国葬だってできる。あらゆるメガイベントができちゃうんですね。ですから、日本の国に <laughs>、まあ、電通の社員がよく自分たちで言うっていうのは、 俺たちがいなければ日本っていう国が回らないんだと言うと豪語する電通社員もいるんですよ、実際に。で、こういう会社があるんだけど、そういうことがあると、このすべてが集中しすぎて汚職も発生している。で、皆さんまだご記憶にあると思いますけど、持続化給付金の中抜きっていうのはありましたよね。持続化給付金っていうのは、あれ国家的な事業でした。で、まあ、結局、 その厚労省が全部やるわけにいかないんで、どっかに仕事を振らなきゃいけないんですよ。でどっかっていうのはどこかっていうことで、また電通になるわけですよ。で、その電通が自分の子会社とかをいっぱい中に入れて、縦型の組織を作って、全部落としていく。で、その間に巨額の中抜きが行われたということで、つまりやっぱり、えー、あまりにも力があるから、 全て電通に任せると本当楽なんですよ。任せる方。だけど電通はその中でせっせと中抜きをするっていうですね。まあ、これが税金でなければ別に何してもいいですけど、問題は税金が使われている。で、今回の国葬に関しては、一応今のところ電通はうちは関係ないと。うちはやらないって言ってます。やらないっていうか、うちにその話は来てないみたいなことを、10日ぐらい前はそういう発表をしてました。で、 えと僕,の僕はの電通の社内にも知り合いがいるんで、えー、その知り合いの方に昨日聞いたら、えーと、もうそれは観光例が引かれていて、ですね <laughs> あの、えー、国葬に関しては実は、電通の社員も、えー、ほとんどの電通社員もよく分かっていないんだという話なんですね。ですから今日まあ説明したように、えーと、電通はもう全然やれる能力はあるんですけど、さすがに、 あのまあ、持続化給付金の問題とかもありましたけど、直近でこの、えー、元電通の方が汚職でと捕まって大騒ぎになっているで、電通自体も、えー、っとその強制捜査を受けて強制捜査を食らっているような企業に国葬を頼んでいいのかっていう問題が発生してきますよね。ですから今のところ、政府も正確には発表してないんで、もしかすると、 えー、電通にはメディアの仕切りだけやらせて、えー、実際の部分、つまりこの会場設営とかそういうのは、他のところにバラバラに頼むっていうことも起きるかもしれませんので、あの決定ではないということを、えー、とおくあの覚えておいていただければいいと思います。で、まあ、こういう電通という会社が、あその一,一つのただの式、式、子企業なんですけど、 まあ、そういう会社が巨大な影響力を持って、えー、もしかすると、国民投票にも、国民投票とかが実施された場合は、さらに巨大な力を発揮することになるだろうと。おということの、まあ今日はご報告ということですね。えー、それで、えっとまあ、お話はこれで以上なんですが、僕ですね、この YouTube のチャンネル、一月つ殺万冊というのをやってます。 で、この読書家の清水さんっていう方と話をしてるんですけど、こちらのフォロワーが今現在22、えっと、万人になってるのかなで、毎日いろんな話してます。あの、政治の話が中心ですけど。で、そこでいろんな、例えばこの国葬の話とか、高橋さんの話であるとか、電通の話であるとか、まあ一回だいたい45分ぐらいで喋ってるんですけど、まあ僕以外にも、 えっと、安富さんという東大の教授であるとか、佐藤さんという元朝日新聞の記者あの方ですとか、そういう方で、が何人かでお話をしてるんですね。ですので、それ毎日やってるんで、よければ、今日、このズームをご覧になられた方でしたら、もう YouTube チャンネル多分すぐにクリックしていけると思いますので、えー、ぜひ YouTube チャンネルを見ていただいて、えー、まあいろいろと、あの、知っていただければいいなと思います。 えっと、だいたい1時間ぐらいでしたね。あの、お話しさせていただきました。今日はどうもありがとうございます。なんかご質問あったら、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。